これを注文したいんですって言ったら、もう秒でそのカタログをパッと閉じられてバンって置かれて、で、兄ちゃん、そんなん買うよりも、ここにあるこっちのバイクの方がもう何倍もいいからこっちにあのしたらいい。ブレアサイクリング山崎です。今日は私が初めてロードバイクを購入した時のエピソードをお話ししたいと思います。で、一番最初の、まあ、ロードバイクとの出会いというか、まあ、興味を持った時の話なんですけど、まあ、高校生の、夏にですかね、まあ、NHK でツールドフランスの、放送してまして、でこう雄大なこうアルプスを走っていったりとか、まあ、違 う, こうステージでは平坦で集団でものすごいスピードでゴールスプリントしていくとか、まあ、それがこう20日間続くっていうのを見て、まあ、自分はずっとこうサッカーをしてたんで、こう常にこうグラウンドの中だけでこうやってたんですけど、まあ、あれだけこう大きいフィールドで雄大なすごいスポーツがあるっていうのにこう惹かれまして、あ、自分もやってみたいなと思ってまして、で、まあ、アルバイトして、ロードバイクを購入するんですけど、まあ、一番最初は、まあ、比較的自分の住んでる町の近所の、ママチャリとかも売ってる自転車屋さんで、まあ、まずロードバイクのカタログありますかって、まあ、カタログもらってきたんですけど、まあ、普通の本当にママチャリ売ってるとこなんで、まあ、ロードバイクの現物は置いてなかったですね。で、パナソニックのカタログをもらってきたんですよね。で、そのカタログを開いていくと、もう最初はママチャリなんですよ。で、こう最後の方にこうロードバイクが出てきて、一番最後には、自分の好きなカラーリングがこう何十色、30色ぐらい多分選べると思うんですけど、もう何だったらこう名前も入れることができて、こうパナソニックオーダーシステム POS っていうのがあって、で、当時パナソニックっていうのは、ツールドフランスにも出てまして、まあ本当ツールドフランスでもうトップの選手がパナソニックの、フレーム使って活躍してたんで、もうやっぱりそれ憧れるじゃないですか。でもいろいろこう色もたくさん選ぶことができるんで、あ、もうこれにしようと思って、で当時の、チームのそのカラーがあったんですよね。ちょっとここに出しておきますけど、でその、ブルーと白のカラーを基調に、自分はちょっとこうピンクを入れて、あ、これにしようと思って、でただ、その時にこうサイクルスポーツを開いてたら、自分の住んでた隣の市になるんですけど、そこにロードバイクの、専門店があるってこと でそこへ行って、まあ、オーダーしようと思ったんですね。で、まあ、電車に乗って行って、でそこのお店にこう入って、でカタログ多分持ってたんですよね、パナソニックの。でこれパッて広げて お店のそのオーナーさんに、これを注文したいんですって言ったら、もう秒でそのカタログをパッと閉じられてバンって置かれて、で、兄ちゃん、そんなん買うよりも、ここにあるこっちのバイクの方がもう何倍もいいからこっちにしたらいいよって、もう秒で、まあ、秒殺でしたね。自分はこうずっとカタログ見てこう来る日も来る日も考えてきたその色とかがもう何 もう聞いてないですよね。でいきなり、勧められたのがジャイアントだったんですね。でジャイアントっていうのは今でこそもう世界で一番まあ大きい、まあ、販売台数を誇るビッグブランドなんですけど、まあ、当時はまあ台湾のブランドっていうことでも全然聞いたこともないですし、まあ、自転車の生産国って言ったらもうほとんどがヨーロッパだったんで、いやなんか台湾ってなと思ったんですけど、まあ、その店主の方はもうこのフレームの性能もこっちの方がもう数倍いいし、で、まあ、ついてる変速機も、パナソニックの場合は、日本のシマノで、まあ、今で言うと多分105グレードぐらいだったと思うんですけど、そのジャイアントについてるのは、日本のサンツアーっていうメーカーで、サンツアーの SL っていうブランドなん、モデルなんですね。で、一番上が確かシュファーブプロ。その次が SL なんで、シマノでいうアルテグラがついてるんですよね。15万切ってたかな ?14 万の自転車で、鉄のフレームでアルテグラついてる。結構すごいじゃないですか、今見ても。で、まあ普通アルテグラついてたら、今でも、22、3万はしますよね。まあ今アルミのフレームですけどね。でまあそれだけ、まあ、当時からやっぱりそのコスパが良かったんですよね。物も良かったですし。で、
じゃあパナソニックは色がもう30種類ぐらいあって、じゃあ 色はどうかと思ったら、色は2色って言われました2色かいと思って、で2色のうち、まあ、ここに出しておきます。1色は黄色と白と紫、もう1色はブルーとグリーンと白。あ、なんかどっちもなんかこうなんか曖昧な、なんかいけてねえなって、まあ、当時ね18歳の自分からしたらなんかいけてねえなって、まあまあすごいやっぱスポーティーな自転車を買いたかったんですよね当時は。でもまあもう結構ご利用しだったんで、まあ、黄色か青かって言われたら、まあ、青かなぐらい、まあ、もう好きにしてって感じだったんですけど、まあ、自分もずっと部活とかサッカーしてきたんで、こうそういうスポーツの目上の人から頭ごなしに言われるっていうのは結構慣れてたんで、まあまあもういいかなと思って、それでまあお願いをしましたっていうのが、まず購入したとこまでですね。でそれで、まあ、ロードバイク、別の日に納車になりまして、で、まあ、自転車を受け取りに行って、まあ、最初からもうビンディングペダルです。ビンディングシューズとビンディングペダルで、で、まあ、いろいろこうビンディングのはめ方とかも一応レクチャーしてもらって、でそこから、まあ当時車の免許もなかったんで、まあ、自転車でこう帰るんですけど、まあ、お店出てビンディングペダルをカチャンカチャンとはめますよね。でビンディングペダルも今の時とは時代とはちょっと違って結構もう硬かったんですよね。こう一回入るとこうバチーンって感じだったんで、ではめて、自分の家まではまあ自転車でまあ1時間半、まあ、30キロくらいあるんですけど、ペダル外せなかったんですよ。で信号とかはもうこう入念にブレーキをかけて、もう全部外さなくていいように調整してって、1時間半一度もビンディングペダルを外さずに家まで着くんですよね。で、まあ、家の前に着いてもまだ外れないんですよ。で最終的に家の玄関にバーンとぶつかって、でそこで転んでペダルが外れたんですけど、でガラガラってうちのおばあちゃんが出てきて、どうしたのって言われて、いや自転車買ってきたっつって、自転車買ってきたじゃないですよね、どうして焦げたのって話なんですけど、っていうのが一番自分が最初にロードバイク乗った日でした。スプリントするからって言われて、はぁと思って、そしたら、まあ、ここの、看板からあっちの看板までって。